こんちゃ翔太です。今回なんですけど、今ですね、6周年の法治少女の生放送が行われている状態になるんですけど、こちらのですね、帰国子、鬼谷子じゃなかったですね、帰国子ですねの、性能が出てきたので、まずはですね、まだ生放送やってる最中なんですけど、こちらの性能について見ていこうと思います。いやー、ぶっ壊れですね。はっきり言って、いや、めちゃめちゃ強い。これ、このキャラクター3月17から23に来るので、金曜日ですね、の更新の際に来るようなキャラクターになります。まあどうだろうな、まあ帽子っていうところがあるんで、利子を持っている方からすると乗り換える必要が出てくる可能性があるんですが、乗り換えるかって言われると、私はそこはちょっと微妙かなとは思ってます。まあ利子か帰国子どっちかでいいかなとは思いますね。美課金無課金の方は、あのトップ層の方は、まあ、利子も帰国子も使うのかなとは思うんですけど、今利子使っている無課金美課金の方は無理しなくてもいいかなと最初に言っておきます。それではですね、まず、生放送では先にアクティブスキルが話されていたんですけど、パッシブスキル先に話していきます。まあ、相変わらずですね、スキルの順番で言うとこうなるのか、まあ、スキル、パッシブさんがですね、ぶっ壊れてるんですけど、それ以外先いきます。攻撃力 58%、命中値レベル ×380。で、HP 58%、防御力レベル ×300、知力値の2倍分、筋力ダメージをカット。で、一番下行くと、知力値がレベル ×360、防御貫通レベル ×15。で、知力値の3倍分の攻撃力ダメージをカットと。まあ、主要なところはあるので、まあ、体力値かな。体力値と、砲術防御貫通あたりがですね、多分武器で来るんじゃないかなとは思います。で、スキル5ってところですね、ここがぶっ壊れてます。出陣時の間自身が陰陽状態に入ると、この陰陽状態は白バフです。で、6ターンも入れるんですね。で、ダメージ 50% カットして、状態状態性が 125% 増加。やっと状態状態性キャラクター来ました。で、ちょっと最近 100% 状態異常無視するキャラクターとかも結構いるので、 100% を上回っている、状態状態性っていうのは優秀ですね。まあ、白バフなので、もう基本的にこの 50% カットと 125% の状態状態性っていうのは、常に維持された状態になるかと思います。で、会心攻撃が発生するたびにですね、陰陽のターン数をプラス1で、敵を撃破するとターン数プラス2と、まあ、最上義明の血桜とか、あと何かいたかな、タワラトータの源泉とか、その辺のキャラクターと同じような動きをします。で、致命傷を受けた際にですね、陰陽の残りターン数を2ターン消費して致命ダメージを無視するっていうのもついていると。で、異常状態をすべて解除して 40% の HP を回復。で、ここからがぶっ壊れてるんですけど、5ターンの間ですね、開白状態かな、まあ、遊戯王の開白の使者と同じ感じのような気がするんで、開白だと思うんですけど、状態になって受けるダメージが、10% かける開白の残りターン数減少で、これ5、これも白バフなので、まあ解除されるようなものではないかなと思います。減らされることはあってもですね。で、しかもこれですね、復活致命ダメージ無視の、復活をするたびに5ターンで入ることができるので、ここでダメージ 50% カットですね、入ります。なんで 50% と 50% で合計 75% カットのですね、ダメージカット率を誇るので、まあ帽子なんですけど、まあ非常にですね、耐久性のあるキャラクターとなっています。で、知力値、やべえこと書いてんな。知力値が 10% かける開脈の残り単数増加。やば。ちょっとこれ気づかなかったですね。やば。で、このスキルは4回まで発動可能なんで、まあ、5回ではないですけど、4回の致命ダメージ無視があると。まあ、ちょっとただ、利子相手だと致命ダメージ無視っていうところがあるんで、まあ、この、まあでも、引用があれだもんな。そうですね、まあ、致命ダメージ無視っていうところがあるので、ね、利子の封印とか罪悪、燃焼はですね、解除できないので、そこは注意が必要かなと思いますが、4回も復活できるのは非常に強力ですね。で、続いて、鬼谷子じゃないな、何やったっけ、帰国子か、帰国子の、アクティブスキル見ていこうと思います。いやー、強いですよ。スキル1がですね、残り HP パーセンテージが最も高い敵を6回集中攻撃で、毎回 640% の砲術ダメージと知力値の8倍のダメージが加算。で、集中攻撃なんで、まあ、撃破後攻撃対象を最低選択とかもあります。
で、そして残り HP パーセンテージが最も高い敵4名を1回攻撃なので、6回プラスですね、4名の範囲攻撃、まあ、合計10回の攻撃があるって感じです。で、追加攻撃前ですね、 100% の確率で3ターンの間敵を風破罪悪にさせ受けるダメージを 50% 増加、これがスキル1で打てる、なおかつ敵4名に付与できるっていうところが非常に強いですね。で、毎回攻撃前、自身の知力値が敵より高いとダメージが倍で、知力、敵の HP が 50% より高いと敵の状態異常耐性を 100% 無視。いやー強い、いやー強いなーこれは。まあ風波って問答無用でですね、ダメージ 1.5 倍与えられるようになっちゃうんで、非常にですね強力な罪悪状態になっています。それをですね敵4名に付与することができるっていうところが、いやー非常に強いですね。で、このキャラクターですね、先ほど言ったように開闢状態で知力値結構上がりやすいので、まあ防止の中でもトップクラスですかね。もう、まあ同じぐらいの、戦力帯の方であれば、このキャラクターが知力値で負けるってことはないと思うので、ダメージ倍が前提になってきて、で、なおかつ風波、状態して 100% 無視できれば、風波も確実に付与できると。で、自身の残り HP が 50% より低いと、そのダメージの 100% の HP を回復なので、まあ、しっかりですね、反射ダメージ対策もできているってところは優秀です。で、攻撃時、回心率が 20-80% 増加。まあ、ここですね、この回心率上がるっていうところは、まあ、やっぱりどうしても利子がつく、ちょっとですね気になってしまうところではあるかと思うんですけど、まあ防止ってところもありますんで、まあ利子以外に火力を出していくってことを考えると、まあこっちの方がいいのかなとは思います。で、敵の残り HP パーセンテージが高いほど回心率が高くなると。で、回心攻撃が発生した場合 100% の確率で4ターンの間敵を燃焼罪悪状態にさせるとありますんで、まあただこのキャラクターはクリティカルのダメージ倍率は放出開始なかったと思うので、まあ、そこはあんまり期待できないのかな。まあ、この燃焼がをつけたいがためにクリティカルを出すって感じかな。で、ああなるほどね。で、これ全ての攻撃の話ですもんね、燃焼罪悪にするのは。いや、リッシュとコラボできるじゃないですか。帰国子さん、リッシュとコラボできちゃいますね。まあ、あの、トッププレイヤーの方々は一緒に使うことになるかなと思います。まあ、どっちかというと帰国子を先に打って、後から、まあどっちでもいいか、まあどっちでもいいような気はしますけど、まあ利子と一緒に使ってあげると、攻撃状態に入りやすくなるんじゃないかなと思います。で、全ての攻撃後4ターンの間味方6名を霊王聖護にさせる、まあこれはいつものやつです。で、続いてスキル2ですね。知力値が最も高い、知力値が最も低い敵を6回攻撃なんで、まずですね、防止は狙わないですね。なので、武将とか弓将とか、その辺の砲術ダメージに弱いようなキャラクターたちを中心に狙っていくので、めちゃめちゃ優秀です、このスキル2。まあ、こっちはもう利子も関係ないので、いくらでもクリティカル出てくださいって感じですね。で、毎回 700% の砲術ダメージと、知力値の8倍のダメージが入ります。で、毎回攻撃前、回心率が 10% 増加、最大 90% 増加可能。で、自身の知力値が敵より高いとダメージが倍になる。あ、なんでこのスキル1、スキル2、どっちもダメージ倍が前提ですね。で、自身の残り HP パーセンテージが敵より低い場合、そのダメージ 100% の HP を回復。あ、なんでこっちもしっかり回復していけますね。回復はまあ、なんやかんや大事になってくると思うので。非常に優秀かと思います。で、回心攻撃が発生した場合攻撃回数が1回増加となるので、まあ俵トータも似たような感じだったと思うんですけど、まあほぼほぼですねこの6回の中で、まあ、1、2回はクリティカルが出て、さらに追加攻撃のところだともうほとんどクリティカルだと思うので、まあこの3回の追加攻撃っていうのはですね基本的には発動しますね。で、まあ、この9回の中で、クリティカルが出なかった時ですね、残り HP パーセンテージが最も低い敵にそのダメージの 100% のスプラッシュダメージを与える。やばいこと書いてます。いや、まあクリティカルが出た時にスプラッシュダメージの方が良かったっちゃ良かったんですけど、まあそっちの方が良かったですね、間違いなく。まあなんですけど、まあ、クリティカルが出なかった時もこの 100% のスプラッシュダメージを与えられるっていうのは非常に強力です。まあ、これしかもクリティカルダメージではないので、リシとかに普通に入りますしね、非常に優秀です。必中のダメージにもなるので残影キャラクターにも当たります。
で、まあ、ベースとして知力値が最も低い敵を狙っているので、まあ、全員が育っている方であれば武将か弓将を狙っていくことになると思いますし、全員が育ってない方だと、もうその時出ているですね、一番弱いようなキャラクターを狙っていくことになるので、クリティカルが出なかった時っていうのは、その、スプラッシュダメージも非常に大きなものになってきますので、まあ、そういった感じで、使ってもらうのがいいのかなと思います。すべての攻撃後4ターンの間味方6名を霊王整合状態にさせると。いやー強いな。まあただそうですね、いやめちゃめちゃ強いんですけど、神泉でもいいかなって思ってる自分は少しいますね。まあ今リシュ持ってるんで私、まあリシュと一緒に使うか、ちょっと私帽子の装備持ってないので、まあ、ちょっとどうしようかなっていうところではあるんですけど、まあ、この帰国士に関してはですね、武器以外のところに十分なパッシブっていうのはあるので、まあ、基本的には、まあ、武器はちょっと後回しで、まあ、とりあえずお下がりの武器とかでスキル、このスキルを使って、攻撃していく、まあ、使用していくっていうのがいいのかなとは思っています。いやめちゃめちゃ強いことは書いてありますけど、どうなんだろうな、なんか強いことは間違いないんですけど、この陰陽と開闢に他の効果あったりしないかな。いやないか、十分なこと書いてあるな。まあこの開闢で知力値が 10% かける開闢の残りターン数増えるっていうところ、ここかなりぶっ壊れだと思いますんで、まあかなり強いキャラクターなんじゃないかなと思います。スキル1スキル2どちらも知力値ダメージ入りますし、まあ風波とか燃焼も付与していきますもんね。うん、いや強いと思います。非常に強いキャラクターだと思うので、取って後悔のあるキャラクターでは全くないと思います。まあちょっと帽子っていうところが若干ネックではあるかなとは思ってるんで、まあ、私もちょっとそこがネックだなと思ってるところはあるので、まあ正直神泉取ってもいいかなと。神泉かこの帰国士どっちかを狙っているのであれば神泉でもいいかなとは思ってます。まあただ神泉は花嫁MR と花嫁っていうところがあるので、こちらの帰国者はあのただの MR なので、まあゼロからの投与コストで考えると帰国士の方がまあ強いかなとは思いますね。命中値のパッシブがあるのか、まあ命中値のパッシブがあるんで、まあ最悪このキャラクターだけでも戦役ボスある程度回していくこともできると思うので、まあ最初の1体としては非常に優秀かなと思いますですね。あっちの神泉、あ、もうあっちも狂乱ついたのか。まあちょっとどっちもどっちですけど、まあ私は帰国士ですね。このキャラクターは、まあ取ろう、もともと取ろうと思っていましたし、まあこの性能を見て、改めて取ろうかなというふうに思いましたので、来週ですね、金曜日、登場するのを非常に楽しみに待っていようかなと思います。この後ですね、他の生放送のまとめですね、長考とかあの MR の情報とか来ていたと思うので、まあ、その辺のまとめも行っていこうかなと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、もしよければ Twitter のフォロー、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。